はいどうもベイさんです。今回はこのような感じで赤いレーザーによって守られているセキュリティドアの作り方を紹介します。今回ね紹介するセキュリティドア、見た目はこのような感じとなっていて、今ねこの状態だとはいこんな感じでこのねドア通り抜けることができません。で開けたい時はこのレバーをオンにしてください。そうするとしばらく経った後にレーザーが消えて中に入ることができるようになります。はいこんな感じですね。で内側から閉めたいときはこのねレバーをオフの状態に直してください。で出たいときはこのね内側のレバーをオンにしてあげましょう。でこれを元に戻すと、はいレーザーでこのように扉を閉じることができます。で今はこのようにレバーが丸見えの状態になっているんですけど、しっかりレバーを隠す方法も紹介するので、よければ最後までご覧ください。それでは早速作り方を紹介していきたいと思います。はい、それでは作っていきます。必要な材料はこんな感じです。結構材料は少ないんですけど、しっかりよく見て確認するようにしてください。このステンドグラスはレーザーの色を変えるためのものなので、赤色以外でも自分の好きな色を選んでください。またカーペットの色も何でも大丈夫です。でこの15個の鉄ブロックはビーコンを起動するために必要なんですけど、鉄ブロック以外にも金やダイヤモンド、エメラルド、ネザライトなどでも代用することができます。まあ自分の一番集めやすいなと思ったブロックを使いましょう。あとね変えるようにいくつかブロックがあると便利なので、そちらもねしっかり用意しておいてください。で必要な材料を確認できたら、今度は必要なスペースの紹介です。ここのね今木材で目印をつけている3つのブロックがレーザーが出てくるブロックだとしたら、この3つのブロックの左右に1ブロックずつで、奥側に1ブロック、手前側に2ブロック分スペースを用意してください。で地面からの深さはこんな感じです。5ブロック分用意しておきましょう。しっかりスペースを確保できたら、早速ね作っていきます。まずはこの木材で目印をつけている上に鉄ブロック、ビーコンの土台となるブロックを設置。でその周りをぐるっと囲むような感じでどんどんね土台を作っていきます。はい、このように 3×5 で土台を作ってください。で土台を作れたら、今度はビーコンをここに1箇所2箇所3箇所と設置します。で設置することができたら、その上にお好きな色のステンドグラスを設置してください。はい、こんな感じですね。しっかり設置できたでしょうか。でステンドグラスを設置できたらですね、今度はこの1ブロック余っている方、こちらを向いていただいて、このステンドグラスがあるのと同じ高さにブロックをね5つ設置します。で5つ設置できたら、ここの5つのブロックのうちの左側4つ、この左側4つ分のブロックの上にはレッドストーンパウダーを設置しましょう。でレッドストーンパウダーの横側、ここには粘着ピストンを設置します。このね薄い判定を利用してしっかり設置してあげましょう。で粘着ピストンね、この向きしっかり注意していただいて、この粘着ピストンの先にはレッドストーンブロックを置いてください。で設置ができたら、このレッドストーンブロックの上にはフェンスゲートを設置。でこのフェンスゲートの上には黒色のカーペットを設置してください。でこれで回路はほとんど完成したので、あとはこのドアをオンオフするためのレバーをつけていきましょう。まずはここにブロック、でここのブロックの上にはレッドストーンパウダーを設置します。でレッドストーンパウダーを設置できたら、このレッドストーンパウダーが4つある方ですね、こちら側にやってきていただいて、ここにレッドストーントーチを設置します。はい、こうするとね粘着ピストンが全部オンになって、赤いレーザーが地面から飛び出てくるんじゃないかなと思います。そうしたらあとは回路を隠していきます。で回路を隠す時の注意点1つ目ですね、1つ目はまずここですね、ここに普通のブロックを置かないようにしてください。まあ普通に隠そうとするとこんな感じで全部ブロックにしたいと思うんですけど、ここにブロックを置いてしまうと、このように回路がバグってしっかりレーザーが出てこなくなってしまいます。なのでここには普通のブロックではなく、ハーフブロックなどの透過ブロックを置くようにしましょう。でこのレーザードアの次はね横側を隠していきます。こんな感じで高さ 2,3 ブロック分ぐらいね壁をつけてください。で壁をつけられたら、最後はここのね地面から 1,2,3 ブロック目のところ、ここにブロックを置いてあげましょう。でこうやってブロックを置くことによって、しっかりレーザーで通れないようになります。でこの時ですね、この2ブロック上にブロックを置かないと、こんな感じで普通に通ることができてしまうので、しっかりブロックは置いておいてください。でこちらのブロックも、普通のブロックだとねレーザービーコンのビームが出てこなくなってしまうので、ここは普通のブロックではなくて、ガラスやハーフブロック、またはですね階段などを設置しましょう。こうやって透過ブロックを置くことによって、見た目は普通の壁なのにしっかりビーコンを出すことができます。そしたらね残りの装飾もやっていきましょう。でこのような感じで、とりあえず適当に装飾ができたら、ここにレバーを設置していただいて、レバーをオンにしてください。そうするとしっかりねビーコンのビームが消えるのがわかるんじゃないかなと思います。でこの時しっかりここをね通ることができるかどうか確認してください。これでもしうまく動かなかった場合は、コメント欄で質問をお願いします。
ます。で、そうしたらですね、今この状態だとレバーが丸見えになってしまうので、このレバーをうまいこと隠す方法を紹介します。まず、ここら辺にブロックを置いて、その上にレバーを置いてください。で、レバーを置けたらこの向きで階段を設置しましょう。で、この隙間からこのレバーをオンオフできるか確認してください。で、このようにレバーをここに設置できたらですね、ここの地面を掘っていただいて、ここのレバーの真下、ここから1個2個とレッドストーンパウダーを置きます。こうすることでこのレバーでね、このビーコンの扉をしっかり開け閉めできるようになります。で、この回路がつながったことを確認できたら、ここら辺はね、壁を設置してあげて、最後ですね、この階段のところ、ここを裏側から、はい、もう1個階段を置いておきましょう。こうすることで先ほどね、隙間が空いていた場所からレバーをね、操作できるんですけど、見た目は普通の壁という状態を作ることができます。で、あとはこのね、隙間とかからレバーを開け閉めできないように、こちら側にもブロックを置いてあげましょう。はい、これでね、結構バレにくくなったんじゃないかなと思います。で、そうしたら、あとはね、このレーザードアを自分の建築に合わせて、いろいろね、装飾してあげてください。はい、というわけで、こんな感じに装飾してみました。そうしたら、動作確認をね、一回行っておきましょう。で、この時、レーザーが消える順番がバラバラになる時があると思うんですけど、そういう時はですね、このセーブして終了を押して、一回ワールドに入り直すことで、きちんと全部同時にレーザーが消えるようになります。はい、というわけでね、今回はこんな感じのレーザードアの作り方を紹介しました。コメント欄で作ってほしい建築や回路のリクエストテストを受け付けているので、ぜひね、コメントしていってください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。